こんにちは、綺麗なるてぃチャンネルのぐんじです。インスタグラムもフォローしてね。はい、というわけで今日のテーマはこんな感じの、この髪の長さでもできるすっきりとしたまとめ髪ヘアアレンジです。まあ、今日のアレンジはゴム一つとヘアアクセサリー一つ、そして慣れたら1分でできるヘアアレンジになっています。この髪の長さでもできるし、私よりもう少し短い髪の長さでもできると思いますので、ぜひいろんな方にやっていただけると嬉しいです。というわけで早速使うものとかも含めてヘアアレンジご紹介していきます。ではスタート。なるてよ。はい、じゃあまず使うものはこちらのシリコンゴムでーす。私はいつも透明のシリコンゴムを使っているのですが、もう少し髪が暗い方とかは黒とか茶色のゴムを選んであげると目立ちにくくなるのでおすすめです。あともう一つはこちらを使っていきます。コーム型のヘアアクセサリーです。アメピンとかで留めるよりもがっしりと留めてくれて、すごく使い方も簡単なので、コーム型のアクセサリーはすごくおすすめです。今日はこの2つでやっていきます。ヘアアレンジをする前に必ずスタイリング剤はつけてほしいので、つける様子も紹介しながらヘアアレンジの解説ここからやっていきます。で、終始後ろ姿になりますので、今日もこちらで解説しながら分かりやすくゆっくり丁寧にお伝えしていきますので、今お時間がある方はこの動画を見ながらぜひ一緒にヘアアレンジ挑戦してみてください。じゃあやっていきます。まずは髪の毛全体にワックスをつけていきます。今日使うワックスは、私がルフトさんと共同開発させていただいたルフトケアデザインワックス D というものになります。ワックスをつけるときは必ず全体的につけてあげるのと、襟足やサイドの髪の毛とかもつけ忘れがちなので、中とか襟足とかもしっかりとつけてあげてください。髪の毛を一つに縛ります。横に穴を開けて毛先を通します。で、この穴を開ける時の注意点なのですが、いっぱい穴を開けてしまうとモコッとしちゃうので、なるべく小さい穴でくるりんぱができるように心がけます。ただ、通し切らずに途中でストップさせます。で、こんな感じで途中まで通した状態になったら、コーム型のヘアアクセサリーでこんな風に留めていきます。少し表面の毛を整えてあげるとより綺麗に仕上がります。こんな感じでできたら完成です。なるてよ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はこの長さでもできるすっきりとしたまとめ髪のヘアアレンジをご紹介してみました。コーム型のアクセサリーじゃなくても、まあ、アメピンで留めてもらったり、ミニクリップで留めていただいたりとかっていうこともできると思うので、ご自宅にあるヘアアクセサリーでいろいろ挑戦してみてください。というわけでまた皆様も私も綺麗なレビューの動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますので、チェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。